はい、どうも、アシタカです。今日はですね、中森明菜さん特集ですね。初めてというか、前回とか随分前にね、一回作ったんですけど、リニューアル版ということで、また一からこういう形で、今回からかな、一応作り直しますんで、どうぞよろしくお願いします。徐々にまあ、他のアイドルも紹介していきたいなと思って、一応まあ、聖子ちゃんとか、あと、明菜ちゃんもこれから紹介していきますんで、よろしくお願いします。80年代アイドルチャンネルなので、80年代のアイドルのファンも増やしたいので、そう考えております。今後とも、よろしくお願いします。はい。では早速行ってみましょう。はい。はい。今回がですね、デビュー当時の本かな。一応、気になる視線より、紹介します。はい。最初はですね、昭和40年7月13日ですね。これは一体何の日でしょうか、ってますね。明菜様の誕生日ですね。生まれた日ですね。で、私はこの日の午後8時、東京の外れの、清瀬市に生まれましたと書いてますね。普通は病院で生まれるのに、中森家の場合、自宅で、おさんまさんの手を借りて生まれたっていう。自宅出産なんですね。病院じゃないんですね。ご自宅で。生まれたんですね。生まれた時の身長が、53センチ、体重が3250グラムですね。健康な赤ちゃんとして、育ち、中森家の5人目の子供の一員になったって書いてますね。なんか、この時代でも5人兄弟は多かったかな。今、本当に70代後半の人、戦前生まれの人は大体、5人兄弟、6人兄弟、7人兄弟って普通に当たり前でしたからね、その時代はね。だから、この明菜様の時代5人兄弟っていうのはちょっと多い方かもしれないですかね。まあ、子供が多いじゃないですか。それで、そのことをね、お母さんに聞いたらしいんですよ。なんでうちは、こんなに兄弟が多いのって聞いたら、お母さんがね、子供が好きなんですって。だから、明菜様のお母様が、子供が好きで、お父さんと結婚するときに、まあ、子供をたくさん産みたいというふうに約束したらしいんですよね。その後に秋穂さんが生まれて、秋穂さんは女優さんもされてましたよね。それで、合計6人の子供を、まあそうですね、6人兄弟ですね。もう、それは僕は記憶ありません。だから、大きい大家族っていう記憶は、僕の中ではありますね。6人兄弟って言われてみて、あ、確かにそうだなっていうふうに。一番下の秋穂さんが、まあ、デビューしてますよね。女優さんとかしてますよね。確かスケバンほぼだったかな。月曜ドラマランドの、で女優デビューされてますよね。その記憶が僕はあるな。はい、続きまして、七五三の思い出ですね。まあ、毎年11月15日になると、神社で七五三のお祝いが行われますと。まあ、6人兄弟だから大変ですよね、お母様たちもね。11月15日が近づくと、私は自宅の七五三の時の出来事を思い出しますと。だから、11月15日かな、と、毎年11月15日になると、まあ、自宅であった、七五三のことを、まあ、明菜様は思い出すらしいんですよね。この頃の明菜様は、腰のところまで届く長い髪をしていたので、大人と同じように髪をアップにしてもらうのが、嬉しかったことを覚えてますから。だから髪の毛すごい長かったんですね。それでそれを、まあ、美容室に行って、アップにしてもらうっていうのが嬉しかったのかな。まあ、あんまりこの頃ってさ、変な話、子供ってあんまり美容院行かなかったんですよ。だいたいお母さんが切ってあげたりとかしてたから、そういう七五三の時は、美容師さんのところに行って、まあ、髪の毛を言ってもらったことかな、書いてますね。小学生の頃のことはあまりはっきり覚えてないけど、七五三のことは鮮明に記憶してるって書いてますからね。お姫様っぽくなれるじゃないですか。だから女の子ってああいう、なんていうかな、華やかな衣装に憧れるっていうのはやっぱ子供の頃からあるんですね。神社に行って写真館で記念撮影したって書いてますね。はい、続きましてクラシックバレエですね。4歳から中学2年までずっと、バレエ教室行ってたらしいんですよね。まあクラシックバレエ教室行ってたらしいんですけど、はじめ長女の方が習ってて、次女の次に次女の方が習っていて、それについて、3番目かな ?3 番目に、明菜さんも行くようになったらしいんですよね。毎週同じことの繰り返しなんですけど、全然苦になりませんでしたって書いてますね。むしろ逆にバレエのお稽古日を楽しみにしていたぐらいですって言ってましたね。なるほどね。これがね、後のね、あの動きにつながっていくわけですよね。タンゴのワールドとかのさ、ああいうしなやかな、こう、動きにつながっていくわけですよね。明菜さんのね。だからこの頃バレエやってたっていうのはすごく大きいですね。ターニングポイントですよね。それ、トーシューズを履くのが許されたのが、小学校1年生の終わりの頃って書いてますかね。4歳から始めて3年後って、だから4歳から始めたんだけど、3年ちょっとは、トーシューズ履かせてもらえなかったのかな。やっぱあるんですかね、そういうのってね。成長期だから、まだ履けないのかな。だけど、すでにさ、小学校1年生の時にさ、もう3年間のキャリアがあるってすごいですよね。トーシューズを買ってもらった時は嬉しかったって書いてますね。で、買ってもらったその日にトーシューズを履いてと、家の中で履いたらしいですよ。なるほどね。で、家族の前でお披露目したらしいですよ。で、バーの代わりに壁に手をかけて、アンドゥトラ、アンドゥトラってやったらしいですね。なるほどね。まあ子供ってそうですよね。まあ可愛いですね。なるほど。
それでバレエ教室の思い出はいっぱいありますって書いてますね。やっぱ、この時の経験って、やっぱり後につながっていくんですよ。だから、この頃から芸能の世界に興味があったんですね、多分ね。月日は忘れたんですけど、オズの魔法使いを上演することになったらしいんですよね。で、アキラ様が猫役やったのかな。書いてますね。だから、白鳥の湖とかいろいろあるじゃないですか、演目って。それで、オズの魔法使いやったのかな。だから、セリフとか多分ないんだよね。多分、動きだけで表現したのかな。わかんないですけどね。どうなのかな。セリフとかあったのかな。で、バレエの魅力は、やっぱり、衣装の素晴らしさにあるって言ってますね。なるほど、そうですよね。それで、アキラ様が、約10年、バレエを習ってましたけど、このオズの魔法使いが一番、まあ、記憶に残ってますって言ってますかね。で、バレエは、夢を与えてくれる素晴らしいものだと思いますって書いてますかね。そうですよね。まあ、後のに生きてますからね。だから、バレエあってのアキラ様ですもんね。だから、このバレエがあったからこそっていうのはありますよね。しなやかな動きってありますよね。はい、続きまして、歌手に憧れた女の子って書いてますね。私が歌手を目指したのは、もうずっと昔って書いてますね。赤ちゃんの頃から、歌手になろうと思っていたような気がしますって書いてますかね。歌好きの、お母さんの子供だからかしらって書いてますかね。お母さん歌が好きなんですね。お母さんの影響じゃないかって言ってますね。私の周りにはいつも歌がありましたって書いてますね。お母さんが今いつも困り歌を歌ってくれたらしいんですよね。だからそういう歌を、いつも聞いてたんですね。それで、ハイハイを始めた頃から、お母さんが洗濯物を干しながら、歌っていた流行歌を聞いて育ちましたって書いてますかね。だからその頃がなんだろうね。昔のだから70年代かな。アキラ様が生まれる前の流行歌を。って何でしょうね。僕パッと出ないんですけど。だからその頃タイガースかな。タイガースとか GS、フルサンズの曲を聞いて育ったところかな。どうかな。わかんないですけど。そんなこと書いてますかね。それで小学校時代は、お兄ちゃんお姉ちゃんの聞くラジオから、郷ひろみさんや、山梶百恵さんたちの曲を何気なく耳にしていただかれます。だからこの頃かな。だから、山梶百恵さんとか、郷ひろみさんの曲を、まあ、子供の頃に聴いて育ってるんですね。やっぱりね、影響を受けてるんですね。自然とね。私の意思に関わらず、まあ、歌を聴く機会がたくさんあったと。要するに、自分の意思に関係なく、まあ、歌を聴く機会がいっぱいあったと。まあ、その辺にも本当に、歌が流れてたんですね、常にね。なんかラジオで聴いたりとかして、だから常に音楽が流れてるような環境にいたんでしょうね。知らないうちにいろんな歌を歌えるようになったって言ってますね。そしてたくさんの歌を覚え、家族の前で歌ってみると割と評判が良かったって言ってますかね。そんな感じですね。一応今日はここまでにします。はい。続きはまた、後ほどというか、次の回に持ち越しますんでよろしくお願いします。はい。はい。そういうわけで今日はですね、中森明様特集でした。はい。はい。よかったらですね、その辺登録ボタンありますので、登録の方ぜひよろしくお願いします。はい。あと、いいね、よろしくお願いします。はい。はい。そういうわけで、アステカでした。じゃあね、バイバーイ。